俺も行こう。俺は道を確かめてくる。じゃあ俺は水を飲みに行ってくる。あんまり一人でうろつくなよ。いちいち騒がしいからな、お前は。誰でもわかるぞ。お前ら、元の世界に帰るのか？タキコも同じ世界から来たんだ。だったら、帰るとき、タキコも一緒に連れてってくれないか？自分がいた元の世界なんだろう。帰りたくないはずねえだろ。そうじゃねえけど、でも帰りたいに決まってる。お前も見ただろ。玄武の巫女なんて誰もありがたかったりしないんだ。帰った方があいつのためになるって言ってんだよ。
子のところに戻るぞ。探しましたよ、玄武の巫女。シギ、たく、どこからでも湧いてくるやつだな。褒め言葉として受け取っておきますよ。まとめて片付けてやるぜ。お前はあの時の。説明するのめんどくせえって言っただろ。得意体質ってことにしとけ。後ろに下がって。Thank you.
めるなよ。怪我はねえか。隙だらけですよ、玄武の巫女。シギ様、こいつと遊んでもいいでしょ。巫女が先ですよ、シュル。七聖子は放っておきますね。ウルキーだったよね。また今度遊んであげるよ。また今度遊んでやるって言ってるだろ。何なんだお前たち。何しやがる。話せよ。たくみさん。よそ見はいけませんよ。
頼は完了です。引きますよ、シル。あなた方が単純で助かりましたよ。次は巫女の命をいただきます。マリコさん、これ温まるから。私にはまだやるべきことが残っているもの。私はこの世界に来てからいろんな人に力を貸してもらったわ。
だからその人たちの力になりたい。私にできるだけのことはしたいの。あなたはこのまま帰ってしまうの？たくみさんを探しに行くんでしょ？誰が匠さんを助けるの？匠さん、きっと心細い思いをしているはずよ。たった一人であなたの助けを待っているのよ。